はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインと、XRP とイーサリアム、この主要3つの通貨のですね、相場分析をしていきたいなというふうに思います。今日が2020年の4月の4日土曜日ですね。今日はですね、この主要3通貨の相場分析で、ビットコインに関してはですね、僕のエントリー戦略みたいなところもですね、詳しく解説していこうと思うんですけれども、今日動画の最後にですね、コロナウイルスの感染者が今後どういうふうに増加していく可能性があるのかっていうところについてですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。最近ですね、ニューヨーク在住の、まあ、女性の方がですね、日本人マジでもっとね、危機感持った方がいいよっていう風なですね、啓発の動画を上げてらっしゃってですね、まあ日本でもかなり、ね、話題になっているわけなんですけれども、まあ今ね、日本ではだいたい2000人台なんですよね、感染者が。で、対してアメリカに関してはですね、27万人ぐらいいるわけですよ。なので日本のね、100倍ぐらい、感染しているわけなんですよね。当然ですね、100倍感染者がいるアメリカにおいても、まあ当然2000人ぐらいだったね、時があるわけですよ、時期があるわけですね。で、そこから今ね、100倍に一気に、まあ爆発的に増加しているわけなんですけれども、2000人台から20万人、27万人まで増える過程、どれぐらいのスピード感で上昇していったのかっていうところですね。そこを見ていけば、今後日本がですね、どれぐらいやばいか、どれぐらいのスピード感で日本でもですね、爆発的に増加していく可能性があるのか、もっと言うとですね、その感染者増加、爆発的な増加が日本経済に与える影響っていうところもですね、少し考察してみたいと思いますので、ぜひね、動画を最後までご視聴いただけたらというふうに思います。はい、それではですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。まずはビットコインの4時間足ですね、映しておりますけれども、今の時刻がですね、20時24分ですね。で、今のビットコインの価格が6872ドル、日本円で言うと74万4000円ぐらいのところをですね、推移している状況です。ビットコイン上がってきてますね。ちょっとね、昨日は動画撮ることできなかったんですけれども、一応ね、チャートに貼り付いて監視をしていました。まあ一回前の動画でも言っていましたし、僕の基本的な戦略っていうのは、まあ上昇トレンドであれば、上昇トレンド中に短期の移動平均線逆に戻してきた時にタッチしたところで、ロングに入っていくというようなですね、まあ押し目買いのところをですね、狙っていくっていうのが基本的な、コンセプトにしているわけですけれども、ちょうどですね、今エントリーしておりますっていうのが、ここですね、この4時間足レベルで、この短期の移動平均線にタッチしたところ、6500後半ぐらいの、ところだったと思いますけれども、ここでですね、ロング入りました。昨日の夜中ですね、夜中までしっかり監視して、ここでエントリーしたわけですけれども、今ね、まあそこから6800ドルということで、徐々にね、まあ上昇してきているということで、おそらくですね、このまんま、まあ7000ドルぐらいまでもう一回ね、試みると思うんですよね。まあ下値に関しては相変わらず、短中長の移動平均線控えていますし、かつですね、ここの意識された、まあピンクのトレンドラインがですね、控えているわけなので、まあ、下にはですね、結構硬いと思っています。で、直近ですね、ダブルトップですね、ここ一時期、まあ、大きなヒゲをつけてですね、ピンバーのような形つけましたけれども、まあ、ここを省くとですね、ここ7000ドルで、まあ、綺麗にですね、反発されて下げてきて、で、もう一回チャレンジしようということで、今上昇してきているということで、まあ、7000ドルぐらいまではですね、上げるんじゃないかなというふうにね、見ております。さて、ここで、まあ、7000ドル抜けるかどうかっていうね、まあ、局面に来ているわけなんですけれども、これ抜けるかどうかっていうのはですね、まあ難しいんですけれども、まあ一旦チャレンジしていますし、下値もですね、ここの6600ラインですね、ここも以前の動画から言っているところですけれども、ここでですね、きっちりサポートされているっていう現状を見ると、もうですね、下値が6600で、上が7000ですね、まあここでレンジのような形になっていますので、もう抜ける日はね、近いんじゃないかなというふうに思っています。まあこのまま次のタイミングでですね、もう上昇してきて、こう7000ドル抜ける可能性は十分あると思っていますので、ここの利確っていうところはですね、まあずっとこうチャートに貼り付いてね、見ていかないといけないかなというふうに、ね、考えております。ただまあ直近のチャートパターンとしてはここダブルトップつける可能性がありますね。なのでまあここら辺りでですね、一旦利確しておいてもまあいいかなというふうに思っていますけれども、そこはですね、まあもう少し短期の足見ながらいいところでね、利確できればいいなというふうにね、思っているところですね。で、もしね、これまあ抜けたら抜けたでいいんですけども、抜けれなかった場合は一旦反発されてくる可能性があると思っています。で、反発してくるにしてもですね、それほど大きな反発っていうのはないんじゃないかなと、というのもまあこの6600っていうところではですね、止まってきて、まあかつですね、この短期の移動平均線かなり意識されていますので、ここから反発されても短期の移動平均線でもう一回サポートされて、もう一回チャレンジしてくるような、そういうパターンがですね、見られるんじゃないかなというふうに思っております。まあなので一番硬いのは今ね、まあ6500後半ぐらいでエントリーできてますので、そのまま7000付近で利確しておいて、そこから反発してくるんであれば、もう一発入ってやると
いうことですね。まあそこから抜けたら、まあ抜けたで別にね、それはそれで仕方ないということで、まあそこからもう一回押してきたところをですね、まあ買っていくっていう戦略にまあ切り替えて、いけばいいかなと思うんですけれども、まあ直近のところはですね、まあ7000ドル超えるかどうかっていうところに関しては、まあこのまま抜けていってもですね、なんらおかしくないというような、まあ、下値が硬いというか、こう買い支えされているような、雰囲気っていうのはですね、十分感じられるかなというふうに思っています。一応デコボードの方でですね、板を見ますと、7000ドル付近ですね、ここ、売り板結構ね、厚くなってきています。対して、まあ、買い板もですね、この直近のところ、上げてきていますので、まあ、拮抗しているような状況ですね。まあ、そこね、7000ドル行った時に、この板がですね、大きくね、こう変動してくると思うので、まあ行った瞬間ですね。まあ行く前からちょっとね注意しておかないといけないとは思います。まあ大きな値動きにですねなってくると思います。ここのような感じですよね。ここを本当にね一気に抜けて一時期ですね7200ドルぐらいまで行ったんですけれども猛反発に遭いましたからね。でここもそうですよね。じりじり上げて、この勢いだったら抜けるんじゃないかなというふうに思ったんですけれどもまあ大きなですね反発にあったということでまあ次もですね同じようになる可能性もあるのでそこは警戒したいですよね。まあ大きな値幅になる可能性ありますので警戒して、このあたりですねトレードしていかないといけないかなというふうに思っております。それでは続いて XRP の方も見ていきたいと思います。はい、こちら XRP に、切り替えました。 XRP ですね強いですよね。今が 18.1 セントということで日本円で言うとですね 19.5 円 19.6 円ぐらいのところをですね推移している状況なんですけれどもまあじり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 ねねちっこくね下値を切り上げていってますよね。安値をこれずっとねやっぱりこのトレンドライン半端じゃなく意識されていますよね。まあこのトレンドラインプラスこの短期の移動平均線のこの意識のされ方っていうのがですね、尋常じゃないっていう感じですよね。でリップルに関してはですね一応直近の意識されたラインとしてはこの19セント付近ですね。19セント付近っていうのはこの直近最高値ですね、このあたりで上げ止まったポイントになっていますしまあ過去においてもですね若干意識されていますので、ここの19セントを抜けると続いてまあ20セント21セントということでまあようやくですね20何円っていうところがまあ見えてくるというようなですね展開になっていくと思っています。一方でまあビットコインにおいてもそうなんですけれどもこれだけですね買い支えされているわけですよ。で XRP に関してはですね綺麗なパーフェクトオーダーが作られています。短中長まあそれほどですね角度ついてないので強さはまあ、限定的なんですけども短中長の移動平均線が綺麗に順番に並んでいて全て上向きっていうね、いわゆるパーフェクトオーダーっていう形をですね作っております。そんな中でこの、トレンドラインですねピンクのトレンドラインも機能しているということでまあめちゃくちゃ買い支えされているわけですよね。こういう時っていうのはまあやっぱりショートが入ってくる隙間がないしロングも、まあ、利確していく根拠がないというか、まあ、利確せざるを得ない根拠がないっていうことですよね。なのでまあなかなか下げにくい展開にはなっているんですよ。なのでまあこのままいくとですね19セント超えて、まあ20セントとかですねまあそれはビットコインの値動き次第にもよるんですけれども、上昇していく来やすい、まあ、局面じゃないかなと、局面というか、まあ、上昇してきやすい形になっていますよね。まあ、個別チャートで言うと、まあ、ビットコインよりもかなりね、買い支えされているような形に見えます。なので、まあ、非常にいいんじゃないですかね、状況的には。で、現物を仕込みたいっていう方はですね、まあ、分割してエントリーしていく分には僕はいいかなと思うんですけれども、以前から言っている通り、まあ、後でね、コロナウイルスの話もしますけれども、日本で大流行した時に、ビットコインの価格がどうなるかっていうのは、まあ、当然読めないわけですよね。で、以前のような、ここの急落ですよね。これはまあ、XRP ですけども、この急落がもう一回起きると、するならば、まあ、二番底をですね、つけていく可能性があるっていうところで、まあ、これはですね、以前の動画から、僕が警戒しているところなんですけども、もう一回ですね、やっぱり下げるんじゃないかなっていうふうにね、どうしても思わざるを得ないっていう感じなんですよね。まあ、例えばね、これ綺麗にね、これ買い支えされているわけですよ。で、まあ、綺麗な買い支えで、買いに入っていきやすいポイントだなっていうふうに見えるんですけれども、一方で、これこんなに綺麗なチャートなかなかないよねっていうところで、ちょっと気持ち悪さを感じるわけですよね。で、そのコロナウイルスの感染拡大によってですね、下げてきた場合に、ここの意識された、まあ、買い支えされているラインをですね、もろとも抜けてくるような展開ですよね。そういった展開になればもう一気にですねセリクラのような形になって、直近最安値であるここのですね11セント台まで、またね落ちてきて、まあ、そこからダブルボトムつけてですね、上昇に転じてくるっていう可能性が、あるんじゃないかなというかですね、まあそういう展開になるんじゃないかなというふうに、ね、思っています。でそこがですねやっぱり、一番仕込み時なんじゃないかなというふうにね、まあ、僕は思っているところですので、これはあくまで僕
の予想です。完全に予想ですからね、これは。コロナウイルスの収束次第ではこのままね上昇していく可能性ありますので、完全僕の予想なんですけれども、まあそういったね、考えをしていて、下に落ちた時には全力で買っていこうかなっていうふうにね思っているところですね。続いてですね、イーサリアムの方を見ていきたいと思います。はい、こちらですね、イーサリアムなんですけども、イーサリアムに関しては以前の動画でですねお伝えしていたここの三角持ち合いですね、は上抜けてきました。綺麗に意識されて上抜けてきましたね。でそこからですね、じりじりあこう上げてきて、で今ですね若干こう落ちてきた、ような展開になっているわけなんですけども、まあイーサリアムに関してはですね強いですよね。短中長の移動平均線収束して、買い支えされているというような展開になっておりますので、まあ、あの XRP やビットコインと同じくですね、上に上がっていきやすい局面ではあると思います。まあ、ほとんどですね直近のところはビットコインと同じような値動きをしているところですね。で短期の移動平均線がかなり意識されていて、まあ、あのサポートされるような形になっていますので、まあ、エントリーもですね非常にしていきやすいポイントなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、例えばね僕なんかだったら、まあ、僕イーサリアムのトレードはしませんけれども、先ほど言った通りですね、やっぱり短期の移動平均線まで落ちてきたときに、そこで買っていくと。で損切りラインとしては直近のね、下のライン、例えばここだったら中期の移動平均線なんかをですね、損切りラインとしてエントリーしていくのもいいですし、あとはこの辺りの水平線ですよね。ここの131ドルのところにですね綺麗に水平線引かれていますけれども、まあこういったところをですね根拠にしながらエントリーしていく。まあここだとちょっとね遠いので、リスクリワード合わない可能性がありますけれども、まあ例えばもう一段上のですねここの135ドルとかですね、ここも、まあ、レジスタンスされていて、かつこの辺りでサポートされたラインになりますので、まあ、こういったところにラインを引いて、そこを超えたら、まあ、損切りしようというようなですね戦略立てながら、ロングエントリー狙っていきたいポイントなんじゃないかなというふうに思っています。今ちょっとね、ビットコインに伝えて上昇してますので、ここを戻してきた時に、まあ、できたらですね入りたいなというふうな局面じゃないかなというふうに思っております。それでは最後にですねコロナウイルスの、増加率についてなんですけれども、まずですねこちら新型コロナウイルス感染症のチャートなんですけれども、これ世界中です。で世界中で今ね、109万8千人が感染しているということで、回復したのは20万人で、死者はですね、まあ、6万人に達するような勢いでこう上昇してきているわけなんですね。で全世界で見るとちょっとここ今回のは注目ですね。ここ、4月3日から4日にかけてほとんどですね増えてないんですよね。でこれが何を意味するのかっていうのが今よくわからないわけですよ。感染の拡大が止まったとは到底思えないので、例えば病院がパンクして、まあ、新たにこう感染が確定、させにくい状況になったっていうふうにですね読み解くこともできるわけですよね。そういうふうな、それが事実だった場合、まあ、やばいですよね。感染者を特定することができないほど病院がパンクしているっていうふうな考え方になれば、もう本当にですねいよいよ、やばい状況になってくるというふうなことで、ちょっとねここは真偽がどうかわかんないんですよね。なぜ、この1日増えてないのかっていうところがちょっとねわからないわけなんですけれども、まあそこはひとまず置いといてですね、先ほど言っていた、アメリカと同じように今後日本がですね増えていく場合、どのような増加幅でですねこう上げていくのかっていう部分をですねちょっと考察してみたいと思うんですね。でこれ世界中の感染者の推移ですけれども、アメリカにしてみます。はい、こちらアメリカのチャートですね。アメリカがまあ上げ止まっていますよね。これは病院がパンクしたのかどうかっていうのはちょっとねわからないんですけども、パンクだったらちょっとねあの身震いするような怖さを感じるわけですけれども、今ね、感染確定者がですね27万人いるわけです。で死者がですね7000人ということで、まあこういうね、非常に怖い数になっているわけなんですけども、続いてね日本のチャート見ていただきたいんですけれども、はい、日本がですねこちらですけれども、2600人で死者が63人ということなんですよね。なのでちょうどアメリカの100分の1ぐらいの、まあ、規模感なんですよ。アメリカが、まあ、27万人ということでちょうど100分の1ぐらいですね。でアメリカの死者が7000人ということで、これもちょうど100分の1ぐらいで、まあ、100分の1ぐらいのところを推移しているわけなんですよね。ちょっとこの数を覚えててください。2600人と63人というところなんですよ。もう一回ねアメリカのチャートに切り替えますけれども、アメリカのチャートで見たときに、じゃあ日本と同じ2600人ぐらいの時っていつだったのかというと、ここですよね。ここのポイント、3月の14日なんですよ。で、こちら見ていただきたいんですけれども、感染者が2700人、まあ大体日本と一緒ですよね。で死者が54人だったんですね、ここの3月14日のポイント。ここからですね 1,2,3,4,4日目ぐらい以降ですね、4日目ぐらいは徐々にこう増えていったんですけども、4日目以降3月の18日から約2週間で100倍まで増えているわけですよね。これ恐ろしくないですか。2000人あたりから
徐々に感染が広まっていって、3月の18日ですね、だから4日後か5日後ぐらいから爆増するわけですよね。このチャートを見たときに、じゃあ日本、今ね2600人ですけれども、ここから5日後っていうと来週の半ばですよね。まあもしくは来週中、まあきっちりねこれと同じようになるかはわからないですけれども、来週中ぐらいにですね、まあ半端じゃない規模のこう爆増が起きる可能性があるっていうところですね。なのでまあ政府も警戒していて、おそらくですね来週中にはもう非常事態宣言出すんじゃないかなと思うんですよね。なのでまあ一世帯あたりね、こう所得が下がっている世帯に対して30万円払うと、支給するっていう風なですねことも発表しましたけれども、おそらくまあ来週ですねやばいことが起きると、非常事態宣言もおそらく出すだろうしっていう中で、まあ一旦ねこう国民を落ち着かせるっていう効果を狙ってですね、このタイミングで30万円っていうね、まあ当初の予定よりね、大幅に増額した額になってますけれども、そういったね安堵感を与えるために、そういう風なね発表をしたんじゃないかなっていう風に、ね、まあ見えるわけですよね。ということでね、皆さん本当にね来週中気をつけた方がいいと思います。まあ来週で収まるかどうかわかんないですけども、まあここまで増えると当然ね東京なんかも、病院のベッドの数がですね当然足りなくなってきて、感染者が本当にね大変な事態に陥るというふうなですね、考察できるわけですね。こうなった場合にじゃあどうなるかというところなんですけども、アメリカの例を見ますと、例えばダウですね、ダウ3月18日19日の時点で底だったわけですよ。まあ2万ドルを割っていたような局面があったです、あったんですよね。で2万ドルを割ってからこれどうなるかと言っていた時に、感染者どんどん増えていったと、まあ結果的に今100倍になったわけですけれども、じゃあ株価どうなったかというと、株価上がっているんですよね。先週の終値ですね、先週今週かな、4月3日時点での終値がですね2万1000ドルということで、まあ当時よりですね1000ドル以上上がっているわけなんですよね。でなぜこういう風になるかと、これだけ失業者増えて雇用統計も昨日やばかったですよね。相当まあ落ち込みました。想定よりもですね、数十万人幅で、悪い結果が出たわけですよ。ただね為替もそれほどね影響しなかったと、まあそれは織り込んでいたわけなんですけれども、価格にですね織り込まれていたわけなんですけれども、じゃあ株価なんでこんなに下がっていないかというと、トランプさんやFRB がまあいろんな対策をしてですね、なんとかまあ持ち直していると。まあお金を吸ったりもそうですけれどもね、そういう形で株価はどんどん上がっているというような状況になっているわけなんですよね。なので経済まだねギリギリ持っているわけですよ。なので日本においてもですね、このような感染拡大が始まる可能性は大いにあるんですけれども、経済的に言うとですね、株価がだだ下がりしてもう本当にね日本経済が終わりになるか破綻するぐらいまでいくかというと、それはないと思うんですよね。ただしもう一段下げる可能性は僕はあると思っています。もう一段下げで2番底ですね、それは僕はあると思うんですよ。日本において今からね、100倍に膨れ上がった場合にアメリカと同じような影響が出るかどうかっていうのはまあわからないわけですよね。で日本人っていうのはおそらくねアメリカよりビビリだと思いますので、もっとねこう心理的に大きなね影響インパクトがあるんじゃないかなというふうにまあ思われるわけですよ。そうなった時に金融商品ね一気に下がって、2番底を つけに行くというふうなですね展開も十分予想されますので、そこも含めて来週のコロナウイルスの感染者、まあ本当にね皆さん気をつけないといけないんですけども、それと経済とのこの相関関係ですね、そのあたりを見ていくにはですね、来週本当に大注目の世の中の動きになるんじゃないかなというふうに、ね、思っていますので、本当に、ね、不要不急の外出控えて、もう自分自身が感染してしまうと、まあ、トレードどころじゃないですからね、はい。まあ、そのあたり、ね、十分に気をつけて、ね、リスク管理をですね、もう自分のリスク管理と投資におけるリスク管理両方、ね、並立してやっていきながら、しっかり、ね、こう相場を静観していくっていう対応をですね取っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとだらだら長く喋ってしまいましたけれども、まあ、僕が伝えたいのもですね本当にやばいよっていうことなんですよね。まあ、備えあれば憂いなしと言いますけれども、リスク管理してですね、来週を乗り切っていきたいなというふうに思っています。皆さんも気をつけてください。ということで今日の動画はですねここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。